はい、皆さんこんにちは、ナッツでございます。コインダンジョンの方にですね、裏ジュノース島ってものがありました。これやってなかったんで、ちょっと喋りながら意思回収でもしようかなと思います。まあいいや、やりましょう。全属性必須なんで、僕があのクローノス大密林だっけ、あれを周回してた時と同じパーティーが通用するはずです。あぶね、こんなんじゃないからね。あれ、クローノス、クローノスってなんだ、だ同キャラ禁止か。うわ、なんか買っちゃったわなんか買っちゃった。どうしようどうしようどうしよう。アテナを抜くのは確定か、劉備か、劉備かっつ、劉備を抜くっつなんかね、水が欲しいんだけど、やっぱマリンライダーになるでしょ。マリンライダー1上がってないんだよね。しかも今上がってくれんかな、無理かな。今31が作れないので無理ですね。マリンライダープラス振りたいな。まあいいや、今回はとりあえず石回収なんで、やっていきますけど、このまま。多分ミズピーが出るダンジョンだった気がします。はい、で、今日ずっとね、星空の神域ですね。裏星空の神域、ひどくね、今2コンボだったよね。裏星空の神域、受けちゃダメなやつじゃん。裏星空の神域の覚醒なしをやってたので、ちょっと。なんかね、パズルがね、2ウェイをね、組むことを忘れ、なんか1コンボしてればいいみたいな、そんな感じのちょっと頭になっちゃってるんで、ちょっとごめんなさいね。ちょっと見苦しい点がいくつかあるかもしれない。これでとりあえずこいつは倒せるから OK として、で、2階が、まあ、ザコだわな。で、一応ボスでは花火を使いたいので、中ボスでマリンライダーという感じですかね。3万2000近くあるんで、ワンパンはされないとは思いたいんですが、まあ、される敵はされちゃうんでね、多分このパディでもオーガはワンパンだと思います。余裕でいっちゃうと思います。はいはいはい。で、4回ですね。まあ、覚醒があるっていうのはいいよな。なんか、まあ、覚醒なしはなしで、すごい昔のパズドラにね、浸ってる気分で、楽しかったっちゃ楽しかったんですけど、やっぱ最近のパズドラね、この4個消したりね、あとはキラキラしてる盤面が降ってきたりとか、まあこっちに慣れちゃうとね、やっぱ向こうが難しく感じますよね。だから決して難しくはなってないんですよ。むしろ僕らが常に甘えているみたいな、そんな感じだと思いますね。昔は全部こうだったんだもん。謎の回転を決めて、とりあえずバーチェさんが強敵出なかったんで、多分倒されることはなかったと思うんですけど、今思えばバーチェってなんかセブンイレブンみたいな色してますねなんかすごいさ、緑と赤とさ、セブンイレブン黄色あったか忘れたけど、そんな感じの色してましたね。ということで1階層目突破です。近畿の島ですね。こう確かプラマラが美味しい場所でございます。はい、経験値あんまりない、1万6000、まあ、それでもある方か。次が、多分カーバンクルがいる場所です。行きましょう。これミズピ出てきてくれんかな。いや、落ちるにしろ落ちないにしろ、動画的にはやっぱ1回出てほしい。なんか神々の動画、昔ねヤミピー出てきて落ちなかったはずなんですけど、結果的に、まあ、出てくるとね、みんながね、飯が美味しかったりまずくなったりね、まあそう、なんか波は絶対に起こるはずなので、ちょっと欲しい、登場だけでいいから欲しい、ね、落ちろとは言っていない、まあ、できれば落ちて欲しいけど落ちろとは言っていない。まあでもこういうこと言ってると多分物欲の塊だなとこいつはと思われて出ないから、まあダブアメの方が欲しいみたいなぐらいの勢いでね、とか言うとプラスが落ちる。じゃあプラスが欲しいと思っておこう。プラスが欲しいです、プラスが欲しいです、プラスをください。光の 2A と、まあ、火の 2A はちょっと劉備が抜けたせいで弱いかな。闇はまあ諸葛だからそこそこ頼れると思うけど、やっぱ一番光が弱点的にもね、2人いますし火力は出るんではないかと思います。おー、ダブアメ来ちゃったよ本当に。まあでもね、このゲーム
その元を言ってしまえばダンジョンに入った瞬間にもキャラは落ちるんかい決まってるんで、出てくるキャラもね、落ちるキャラもね、だから、だから P が落ちなかったとか言ってなんかセーブできませんけど、途中でブチ切ったりできたら、P が落ちるまで粘れるっていう仕様ではないんですよね。ゲーム的には、ゲーム的には入った瞬間に決まるんで、もう完全にそのなんだろう、リセマラかリセットマラソンみたいなことはできないという感じですね。まあできたら逆にみんなそれしちゃうから、ね、しませんけど、でもエンハンスすればこれでいける。で、僕がなぜねこの花火を最後に使うかというと、まあそれは単純に楽なだけであって、むしろ花火じゃない方が多分火力は出ますよね。2ウェイで分割した方が火力は出ると思うんですけど、僕がその周回と、ゲリラとかでもなんですけど、花火の方が楽だからという理由でいつも花火を採用してます。あと花火の方がね、そのドロップの量に依存しないので、例えばね、ないと思いますけど、ベルダンディがね、そう、ベルダンディでとどめを刺すというパーティーにして、ベルダンディが、まあ、メイメイさんみたいなことをしてしまった場合の、まあ工場みたいな感じで花火にしてますんで、まあ、偏りっていうか安定周回ですね。安定するんで、花火で倒せれば間違いなく次持ち込みが来ようが来まいが倒せるので、まあその面では花火がね、僕は好きですということでございます。これやばいやつだね。何やっとったんだ。おお、でも意外といった。で、これ多分ゴンさん使うと倒しちゃうんで、そこが難しいですね。ゴンさん固定ダメージで倒しちゃうから威嚇難しいっていう。これで回復しながらこいつを倒す、多分できんことない。全開しつつもって感じですね。お前はプラスで落ちる、残念。4回か君たちね。P 出てきてくれないかな。ゴルドラでもいいよ、金ゴルでもいいよ。ここの金ゴルは天元のステータスなので、登場するだけで10万円確定で、ドロップすれば30万なんで合計40万円獲得できます。まあ、そう考えるとやはりね、キングゴールドドラゴンというモンスターは非常に美味しいモンスターではありますね。エンジェルさん、強敵こそ出ませんでしたが、逆に中途半端なダメージを受けるのがこのパーティー何よりも怖いので倒します。まあ、倒さない以外の道はありませんが倒してください。 HP はきっと少ないエンジェルさんだし。で、ボスがリリスかなですね。2大強敵、マジかお前、多分一貫のモンスターやろ。3万で強敵出るんか、相当な火力ですねこれ。相当このカマ強いんですよね。 OK です。さてさて、あと2個か。まあ、なんだかんだね10分ぐらいは話せるんでね、悪くない企画かもしれない。ティアマットくんかな、ここは。だいぶね、そのノマダンやってるおかげで、プラマラでダンジョンの構成を覚えてるんですよね。でも全属性必須なんですけど、やっぱ多色はめんどくさいので、こう色を統一してね、複属性で染めていく形が一番こういう系のダンジョンね、いいかと思います。まあ、僕の意見ですけどね、あくまでも。多色の方がやりやすいんだっていう人はね、多色でもいいですし、まあ、僕から見ればこうね、一つの色に絞ってる身としては多色よりかはね、まあ、まず木に多色がいないっていうところがねあるんですけど、そうですね、キーに本当に多色がさ、メイメイかサーティワンバステドぐらいしかさいなくてさ、困ってるんですよね。なんか欲しいよね。まあでもそれはそれでなんかさ、テンプレがさ、なんだ、他の色を使った方が結局カーリーを入れないといけませんみたいなポイントになっちゃうから、まあそれはそれでいいのかもしれないね。まあなんかでもパズドラのこのゲームとしては、なんかやっぱ属性ごとになんかそういう決まりがなくはない気がするんですよね。昔からなんか水モンスター体力多いんですよ。で、火はなんか攻撃的なんですよ。で、木はちょっと特殊なんですよね。これはめんどくさいね。ちょっとボスはどうせワンパンできるだろうし、ここでちょっとゴンさん使っといて、
まあ、そんな感じのなんか裏設定があるっぽいですよね。なんか木はだから感知の光とかね、スサノオとかなんかちょっと面白いスキルがねあったりもします。オロチの威嚇と威圧とかはね昔からある液弾スキルのまんまだし、カグルスなんだっけ、もともとあれダメージだよね、ミネルバと一緒でダメージ系だよね。まあ、そんな感じでね、多分運営側的にも何か設定があるんではないかと思うんで、まあ、出そうと思えばきっと出せるんでしょうけどね。なんかずっとここまでその火にねフェニックスライダー以外の防御系を持ってきてなかったりとか、木は未だにギガグラ系いませんからね、ノルディスとあとはなんか誰かいた気がするんだけど忘れちゃいましたけど、そのノルディスぐらい、あとあれですね、あのあれですあれです、あのスーパーマンのコラボのドゥームズデイってやつがグラビティルーム持ってるんで10% 削ることが可能です。ほんとそんなレベルなんでね、何かやはりあるんでしょうね。ここまで貴族生にギガグラを出さないみたいなその理由がわからないもん。ということでちょっと話が逸れてましたけど、これでなんだかんだ終わりですね。破滅の混沌というか、なんか懐かしいんだよ、ね、ここ昔ゼウスでなんかランク上げがプラマラがなんかで回ってた記憶があります。ほんとゼウスが強いぐらいの時代から僕はここでプラマラをしてましたね。裏じゃないです、表の方で。今のおまさんだから美味しいですけど、昔は本当に10周して1個落ちてうめうめとか言っとる時代だったんで、まあ、ようやってましたね。まあ、こっちの方が楽しかったかな、逆に。なんかレアリティがあったんですよ、プラスにも。今はなんかさ、プラス振ってないと振ってるのが当たり前か。まあ、そんな感じになっちゃってるんでね。まあ、それはそれでいいと思うんですけど。え？なんか、テニスラケットみたいな感じで振ってきたね。看板かな。看板っぽかったね。ああいう落ち込んくるとさ、盤面からキドロップ消えてしまうから、あまり嬉しくないんだけどね。で今日ね、ほら、なんかこんな感じでね、落ち込んがすごいね、ご機嫌なんですよね。プラスもご機嫌。あ、ここからボス連じゃないんだね。もう一回そう、雑魚フロアがあるんで。まあ、P の遭遇率は一番ここが高いのかな。よし。で、ここで、おぉ、なんか可愛いやつ来たな。強敵出なかったし、まあ、とりあえず普通に殴ります。だから弱そうだし。なんか捨て変わってないんじゃねみたいな。なんかもうそんなことをね、思わせるかな。プテラドスさんね。闇払う欲竜はね、復活するんでしょうか。石回収だけでも復活して喜ばれるダンジョンな気がするんだけどな。コインダンジョンで片隅に置いとくぐらいしてもいいと思うんですけどね。よし。ということで、まあ、たらたら喋りながら、裏中のオス島でございました。たまにこういうね、企画もね、やっていこうかと思ってます。魔法関ありがとうございます。経験値美味しいですね。2万1000ありました。はい、ということで、またね、P の集会パーティーとかは、自分もね、裏テク大好きマンなんで、裏談は、考えておりますんで、何かリクエスト等ありましたら、気軽に Twitter やコメント欄にお願いします。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。